結構はっきり見えんのね。ちゃんとね、海の向こうとか見てなかったけど、この青い扉があるところからもう割と見えんのよね、竜王の島。そこにもう行く感じですよね。虹の雫、あ、もう使えんのかい。ああ、今はまだ使う時ではない。何かやることがある気がする。拠点の防衛戦どうなんすかね。ボスも来るかな。ミニ竜王ぐらいは来てもおかしくないかなと思いますけどね。次のミッションは姫でね、竜王軍バトルだと思ってるんですよね。すげえな、ニューヨークじゃん一見ニューヨークだよね、もうね。行きますか。姫結構ここにいるのよね。悲鳴だけいるんですよ。山さん大変です運気が変ですね。すべてを悟った竜王の大軍勢がこのラダトームに押し寄せてくるようです。すべてを悟っちゃったのか。やべえ、ニューヨークできてんじゃんってなってんのかな。岩間様、私はあれから深く考え、あなたのお仲間にもお話を伺いました。三賢者たち、やはり私は竜王攻めを決心してくれましたか。竜王を倒し世界を救うのは稲葉様以外にいないと思うのです。姫は信じてくれるんだね。稲葉様、どうか押し寄せる魔物を撃退し竜王を倒してください。あ、わあ、ルビスさんがここでシャシャリ出てくるんだ。やばいよ、それはいけません。あなたには何度も話したはずです。あなたは勇者ではない。あなたは竜王を倒すべき存在ではないのです。もうチャレンジするぐらいいいじゃないですか。それにです。もしあなたがその体で竜王に戦いを挑めば、せっかくわずかに残された、そうなの、命の力を失われるでしょう。わあ、幽霊として消えちゃうってこと。そうなれば、もし仮に竜を倒せたとしても、あなたの肉体は滅びてしまいます。もう余生は静かに送ってくれやっていうことを言ってたわけか、ルビスさんは。ああ、俺のことを一応思ってくれてたってことですね。稲葉は、無謀なことはおやめなさい。あなたは精霊の導きに従っていればよいのです。もうどうされたのです、稲葉様。魔物が迫っています。稲葉様、これは本来あなたの責務ではないのかもしれませんが、ああ、どうかお願いします。あなたのお力で竜王を倒し、どうかこの世界をお救いください。え、もうここでその決断なんだ。やりますやります。うわー、愚かな。あなたはその選択が何を意味するか分かっているのですか。自らの命に変えても見せたいよ、みんなに空を。いやー、ちょっと軽々しく言っちゃったから天秤が重い。いいでしょう、仕方ありません。これ最後俺死ぬエンドなのかな。やだな、それ。私が課したあなたの役割はすでに終わっています。あなたがどうしようと私にはもう関わりのないこと。あとはあなたが好きなようにすると良いでしょう。すべてあなた自身の選択のままに。あー、なるほど見栄え悪いな、エルさんの祠のせいで見栄え悪いよ。死神の騎士軍団な、多分ね、敵こっちから来るだろうなと思ってちょっとね、ちょっとこの鋼の扉3枚作りで、さらにこういう感じでですね防護体制敷いてんのよ。本当はガイアマラ、ガイアじゃないや、ガイラマライア編の時やったあれがやりたいんですけど、
魔城の壁がね手に入らないんで、あの引き殺しエリアが作れさえすればもう完封なんですけど、まあ一旦これで挑むかということでね。これが俺たち人類のバトルフィールドよ。ああ死神の騎士多いね。まあ、ああこれの土はね壊されちゃいますけど、これ住民たちが出てこれないか、この感じだと。まあ俺がた、おダイナミック入室、この、あやばい。タコ殴り。ちょっと待って、ああ、みんなみんな来てくれたのか、ありがとう。これちなみにね、王者の剣だとね回転切りエフェクトかかるのよね。これ多分動画で使ってないっすね。かっこよくないこれ、強っ。会心が出るとね、いいね、よくやった。ちょっとまだ出てきてない人が何人かいる気がしますけど、これでフェーズ2までか。死神の騎士ばっかだね。おお、よっしゃ、強いわ王者の剣が。マジで超激突マシーンを使うまでもないな。出れないようにやって、おお、あ、ちょっと待って、こいつはやばいかもしれんな。こいつは鋼の大扉を壊せちゃうんじゃないか。ここでこれよ、みんなの思いを乗せ、超激突、やばい。逆に戦いづらいぜ、この感じ。ほらー、おお、やったやったやった。うん、なかなかいいですか。なかなか倒れてるなぁ。悲しいなぁ。こっち側の丘崩した方がいいかもしれんなぁ。丘ない方が見やすいし。あでもいいね、いいね、いいね。このためにね、中央部分はね、開けた感じにしてるんですもんね。わぁ。これが見たかった。この感じ。みんながね、俺を輪にしてね、イエーイってやってたね。見れなかったからね、今までの拠点だとね。あーでー、やっぱ連戦だよ。ってことは3回竜王軍バトルの後に中ボス来ますかね。大ボスは竜王の城に打って出るんだと思うんだよな。オーレンさんか、おお、僕が石化する前にはいなかった強力な魔物があんなにたくさんいたなんて。セリフ変わってそうだね。これも竜王の力が以前より強くなり、従う魔物が増えたということなんだろうか。だとすると竜王は僕の時代よりもっともっと強くなっているということに。そうなんだね。おお、なんて恐ろしいんだ。竜王と戦うのが僕じゃなくて本当によかった。もう打って出てはくれてたよね。くれてたよね。3人いたか、衛兵。チョビドルル。稲葉ドルル、大丈夫ですか。やはりここは竜王の城に近く、攻めてくる魔物も強力です。さあ稲葉ドロル、一緒に憎むべき忌むべき魔物を倒します。そんなになんだな。竜王君とはな。おお、稲葉ドロル、私に武器を向けないでください。これは冗談でやってんのか。冗談でもやらない方がいいと思いますけど。あとはここに集まったよな、ムツエタドロル。リオメ、本格的にこのラダトームを潰しにかかったと見える。なんとか魔物たちを退けて、このラダトーム蝶。ラダトーム蝶って言うんだ。蝶って感じじゃないですけどね。大都会だが。集まった人々、そして、リオに挑むための武器や道具を守り抜かねばならんの。オーレンさん。アネゴドロル。へへへ、稲葉、あ、ずり落ちてます。大丈夫ですか。稲葉は、ここの魔物はなかなか骨のある魔物ばかりだね。なんだかイライラしてたんだ。うっぷんばらしにはちょうどいい相手だったよ。さて、魔物どもとの戦いはもう少し続きそうだ。ですね。稲葉は、まだまだ気を抜くんじゃないよ。みんなね、もう、この流れには慣れてるからね。三賢者たちはね。エルドロル。
お稲葉様、私にとってこの地の魔物は死と呪いに満ち、とりわけ恐ろしく感じられます。しかしもう弱音を吐いているわけには参りませんね。微力ですが私もできる限り戦います。共に悪しき魔物たちを倒しましょう。うん、頼もしいね、三賢者たちはね。ロロンドドロル、耳にね懐かしいね。うん、なんと強力な魔物だ。敵もいよいよ本気と見える。このような時ゴーレムが、ああ町を守ってくれるというのだが、その展開熱いね。ゴーレムヘルコンドル合体マシン、仲間にはならない気がしますけど。そうそう、メルキドでは今、ロッシが新しいゴーレム作りに挑んでいてな。ロッシさんがいかんだろう、あ、過ちよ過ちよ、ゴーレムは危険だ、復活させはならん。新しい守り神が新しいメルキドに誕生する日も遠くないだろう。愚かだね人類は。しかし、しかしだ、敵を倒さねばそんな新しい希望の目も潰れてしまう。イノバよ、やっとここまで来たのだ。魔物を倒し平和な世界を取り戻そうぞ。あれだけやられたのにな、特にロロンさんの家がやられたのにな。で、あと姫ですか。いや、ラスタンさんも話してないね。これがラスタンさんだな。ちなみにちゃんと見せてなかったんですけど、これ俺とムツヘタさんの部屋です一番初期の頃に作ってその前になってますけどね。俺は自分の部屋をしっかり作り込むよりはやっぱり姫の部屋を作り込みたいなっていう気持ちが強い。この拠点ではラスタンさんや稲葉は、実は私には悲しい記憶があるのだ。昔竜王に挑む戦士を送り出した我々ラダトームの兵士は、持っている槍を提供しろだとか、兵士なら一緒に戦えだとか散々言われてない言いましたね言いましたね。なんで俺一人で行くんだよってずっと言ってた気がする。まあ言うわな、みんな我らだけならまだいいが、王様までも軍資金がケチくさいああそうね、特に献身では軍資金すらくれなかったと思うよ、などと罵られる始末。兵3000をお与えくださいってすごい頼んだ覚えあるんですけどね、くれませんでしたね。そんな過去の汚名を晴らすためにも私は命を懸けて戦い、魔物を追い払おうと思う。なるほどねこれワンをねやってた人はちょっと感無量ポイントかもしれませんね。そういう気持ちでいてくれたんだっていうね、稲葉は無理をするな、強い魔物は私に任せておけ。あー、その言葉聞けてよかったよ。あとは姫だな。あ、姫実質忍者。あ、違うわ、姫はもうあれだ、次のミッションが止まってるからちゃんとここで生活して生活してくれるんですね姫。あー寝ましたね、なるほど。じゃあちょっと補修しないとだね。補修して、もう少し戦いやすい形に変えてから戦いましょうか。ほんと悲鳴だけなんだよな、玉座の間に。日常的に通うのは。行きますか。稲葉様、魔物たちを追い払ってくださったのですね。うん。どうした？しかし、さらなる竜王軍がこのラダトームに迫ってきているようです。疲れてる稲葉が。竜を倒し世界を救うためにもここはいかがされました稲葉様。選択をしてしまったからか、もう随分お疲れのようですが、なんか階段で疲れてる感じに見えますけど違うんです姫。おお、強力な魔物との戦いで体力を奪われたのですね。それも無理からぬこと。竜王のところにたどり着く前にもう、こんな状態になっちゃうの？焦ることはありません。着実に魔物たちを倒してまいりましょう。いかがでしょう、稲葉様。戦いの準備はよろしいですか？戦いの準備はしてきたんだけどさ。
ありがとうございます、稲葉様。なんかさ、かわいそうじゃない俺。最後死んじゃうのかな。それはやだな。もうどうかご無理だけはなさらないでくださいね。頑張る。まあまだまだね、始まったばっかりですもんね、連戦もね。今日飯食って、死神の騎士か。まあ何を変えたってこともないんですけど、ね、ちょっとあの丘を削って戦うスペースをね、ブロックしてあげた感じ。これで超激突マシンにも乗りやすかろう。リングロープみたいにね、振ってね。よしよしよし。フェーズ2は同じかな、また。ああ、死神の騎士。そっちにな、後ずさりしてもな、燃えるだけよ。戦い、ああ隊長ドラゴンか。ああ HP 高いな。なるほど。おお、みんなゴリゴリ削られていってんな。ああみんな、なんていうことだ。なんていうこと、ちょっと待って、みんな死んじゃった。おお、 L さんだけあれなんだな、遠距離攻撃だから。ちょっと距離取ってるからまだ死んでないけど、皆さん剣の方がいいと見た。あー、やめろ、みんなを。おらー、あー、エルさんだけ守り抜けたけど。ドラゴン強いね。みんななんか一撃でやられた感じになってんな。あー、で命の木の実ガンガン HP 増えてくね。はあ、これで2戦目終わりだね。あれ、あ、連戦2回で終わりなの。ちょっと待って、セリフは、なんと強力なものだ、敵もいよいよ本気と見える。ああ、変わってないね。姫、姫と話すか。姫、普通のミッションになってるね。両軍バトルじゃなくて。おう、稲葉様、魔物たちを倒していただきありがとうございます。魔物の攻撃、収まったんだ。収まり、稲葉様の手で竜王に戦いを挑む準備も整っています。みんなで行く ?7 人パーティー。7人パーティーで行きたい。稲葉様、ついにこの時が来ました。竜王の住む魔の島へは、虹の雫を使えば行くことができる。うん。どこで使うんだろうな、ポイントとしては。竜王に攻撃するために、王者の剣を。竜王の魔法を防ぐために光の鎧と、勇者の盾を必ず装備して戦いに挑んでください。あー、それ以外の装備で行くとどうなるんだろう。稲葉様。戦うことも物を作ることも、すべてお任せしてきた私が、今さら稲葉様におかけできる言葉などありません。いや、確かに何もしてないけど。でも、時々ね、教会で働いてくれてますよ、姫は。ただ、稲葉様、必ず生きて帰ってきてくださいね。はい。いやー、この感じなんだ。でも、死なないと思うんだよね。やるかな、ドラクエだったら。ああ、で、虹の雫、もう普通に使えんのか。ね、好きな場所で虹の雫を使えば、竜王のいる魔の島に行くことができる。そうなんだ。竜王の城には何やら仕掛けがあると伝え聞いております。進むべき道に迷ったら注意深く探索をしてみてください。
はあ、ところで稲葉様、ああやっぱり先ほどから お顔の色が優れませんが大丈夫でしょうか。ゆっくりと体を休め準備を整えてから竜王との決戦に挑んでください。無事のお戻りを心よりお祈りしています。帰ってくるさ。とりあえず薬膳鍋とか作ってみたんで、まあ準備は整ったかな。姫もいよいよこの時ですってね言ってるんで、使ってみようか虹の雫。どこでもいいって言ってたもんね。姫行ってきますね。ほっ、わあそういう感じ。竜王の島へと旅立ちますか。行きますか。ほい、おお、へえ、あそういう、わあかっこいい。おお、灰色じゃないね。わっ、これ竜王かい。クックックック、よくぞ来た稲葉場。物を作る力を持つ者よ。我が城でそなたを待っておるぞ。はあ、笑っている。魔王っぽいね。はあ、なんだ？多少広さはあるけど、まあ城しかないって感じなのかな。海は綺麗だ。これは何だい？これは飾り？ただの。なるほど。わあ、ああ。最初にね、終章始まった時にね、ちらっと見えましたよね。普通、うわ、これもう雑魚としている感じか。ああ、あれも。だいぶ、あれだね。効きますね。超激突マシーン。肉落とす。ああヤモリ落とすな。魔導士をいっぱい倒せば薬膳にはたくさん作れそうだけど、まあ今さら薬膳にはそんなにね作ったところで感じはありますよね。いやー超激突マシンが強い。